もう撮るの禁止してる。本当に、はい、早いね。ツイッターはあれもう禁止です。早いじゃあ僕撮りますよ。あ、水田さんがやるんで。何はい、何翔平さんにインタビューです。外線らしいです。インタビューはやってもらえないです。僕がいじめ、横でいじめますよ。いたずらしますよ、横で。2対1いじめしましょう。喜ぶんで、家族エモスお前が言うな。あどうぞ。それがすごいらん。すごい。聞こえてないふりしてんな。52番。内野外野と違いますけど、はい、あの役割、同じような役割として、あの加藤翔平選手もチームにはいらっしゃると思うんですけど、はい、水脇さんってどういう存在ですか。加藤さんですか。加藤さんの存在、そうですね、みんなのいじられキャラって感じですね。あの今日も試合前、はい、先輩とは思えない接し方をしてる。僕ですか。まあ岡林選手も含めて、はいはいはい、まあ加藤さんは優しいんで、すごくいい方だと思います。岡林選手にとって加藤翔平選手はどういう存在ですか。どういう存在、まあ本当に、頼りになる、すごい尊敬する先輩なので、まあこういろいろと、いじったり、してますけど、まあいろいろとこう守備の面であったりとか、こういろいろの、ピッチャーの、クイックモーションの癖であったりとか、そういう話とか、まあ、あとはバッティングの話とか、いろいろと、相談して、すごくこう聞いてくださるので、もう本当にありがたい気持ちでいっぱいですね。ただそんな先輩を野球を離れるとこういじっていくっていう、いやそういうわけではないと思うんですけど、まあ、ね、すごく優しい方なんで、まあ多分いじられて嬉しいと思うんで、はい、これからも仲良く、先輩ですけど、いじらせていただこうかなと思います。52番。加藤さん、こういう時しか取材ないっすよ。こういう時しかないっすよ。取材中でした。今日しかないっすよ。でも今日しかないっすよ。もう今後ないっすよ。YouTube のあの単独インタビューがしてる。いらない、インタビューはしてくれるんで。大塚さん、インタビューは終わってんな。マルクが間違えて1軍の遠征来ちゃったんです。来ちゃった。はい、あの2軍に出すのに間違えて1軍に来ちゃった。いいよ。ポーズ。お前代わりに映れ。なんで僕なんですか。俺はもういいんだよ。何照れてるんですか。おじさんはそういうの映らない。若手。まだまだ若手。もう言って。聞いてください。何を聞くんですか。なんか、久しぶりのマリンでどうですか。久しぶりのマリンだろうが何だろうが、舐めてる小僧はついてくるんだなと思いました。ね、外線ですね。え、外線ですね。外線ってもっとね、あの人気のある選手って。ですね、昔はすごかったじゃん。昔わーですよ。あの人は今じゃん。よく僕ビデオルームとかで翔平さんがロッテ時代の時に打ってる映像をよく見せてもらうんですけど、あれは何ですか。すごい選手だから打ってるの。そうそうそう、そういうこと。最近やったらどうでしたっけ。キスさんのカーブ。キスさんのカーブどこに打ったんでしょう。ライトさん。ライトさん。いいって。はい、自分の仕事それじゃないか、はい、今のとこ全部カットっすよ。え、今のとこ面白いこと言ってたから全部カットっすよ。いいよ全部カットで。もう、ね、どうせ定点カメラで撮られてるんだから。どっかからもう部屋行ったらいいじゃないですか。部屋で密着します、ね、寝起きドッキリ。いやもう寝起きとかじゃない、寝る前も密着。寝る前でずっと一緒。クソ邪魔。いいじゃないですか。ダメなんだ。あれですね、交流戦といえばあのヤクルト一気飲みしてたこともありました、ね、あ、そんなの方なんで。あ、でもやるやらせです。プロ野球界やらせですよ。、はい、これもやらせです。今結構大事なこと聞いてるのに、うん、それ言ったら載せらんないよ。全カットにしてやる。
画潰し、企画潰し。ポッキーまとめ買いして翔平さんの手にぶち込んでおく。ポッキーってガム。ポッキーはグリコだから。トッポだから。関係あるさんポッコと一緒にするんだ。ポッコとかグリコ。あれ今日お菓子置いてあるんですか。お菓子はあの高部から行ってもらった。え、それお菓子もちろん届くんですか。お菓子は福留さん宛てにちょっと手配してみて。チョコパイ、パイの目あたりを。あ、コアラのマーチは。コアラのマーチも。あ、ほんと、うん、お前まだ陽気ですね、早い、うん、お前は早い、まだ早い、すみません、まだ陽気です。梅のガムなら弱い。真面目なコメントだけ。真面目なコメント、まだ使えるとこが一個もないから。真面目なコメントはないんだよな。あのロッテのファンの皆さんにどんな姿見せたいですか。ロッテのファンの皆さんに、いや、まあ、もちろん頑張ってるとこ見せたいですけど、僕はドラゴンズの選手なんで、ドラゴンズファンが喜んでもらえると思います。はい、100点。そうだね、100点ね。全国にファンいますからね、加藤さん。人気者だから。桜。一言多いですよ。一言多いから。桜です。使いにくなってる。記載されているほか、マリーンズや NPB 日本野球機構
たしかねますので、あらかじめご了承ください。お車までご来場のお客様や未成年のお客様へのアルコール飲料の提供はお断りします。アルコール飲料をご注文されるお客様には、またお怪我をされた場合、応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねます。ボールの行方にはくれぐれも。あぶねえ。今撮ってなかったでしょ。こういうキャラですか。あぶねえ。こういうギャグやるようになったみたいな。だからこっち地元いるから、地元。加藤翔平ツイッターしていいですか。いや、そう、そういうことですよ。ツイッターしてみますか。はい。凱旋ツイッター。はい。どうなの。あ、いやいや、あの、どうしたの。今撮ってたら撮ってない。今絶対ダメ。撮ってない、撮ってない、撮ってない、撮ってない。大丈夫、撮れてなかった。撮れてなかった。撮れてなかった。馬より速いからね。